サブチャンネル。なんで？今日は3人で美容院です。本日はどれだ？本日はどれだということ？僕のチェーンです。え、待って、美容院どこだっけ？待って、美容院どこだっけ？え、待って待って待って、どこだっけ？まとめじゃない。ずっとこっちだったよ。え、そうだっけ？抱っこ？抱っこ？抱っこ？マジか。抱っこか。ちょっと待って、重すぎる重すぎる。やばいって。重すぎる。すごっ。持てる？ありがとう。うわ、すごい、ありがとう。え？あ、そっちも。これも？え？持ってくれんの？うん。ありがとう。頑張ってね。もう少しだからまっすぐ。よし。3人で力を合わせよう。偉いね。うん。偉いね、だって。ありがとうございます。よかったね。今おじさんに偉いって言われました。よかったじゃん。フリーダまで頑張れそう？うん。ほんと？頑張れる。よし。重いけど頑張れる。重いけど頑張れる？偉いね。ありがとう。ママはプクマルを抱っこして、右手が破壊されそうです。ちょっと美容院に、久しぶりにね、行きつけの美容院があるんですけど、私が。この髪の毛、ちょっと今すごい広がっちゃってるんで、染め直して、ちょっと宿毛をかけてみたいなと思って、子供二人を連れて抱えて、美容院に行くときのこの、ズブとアヤナンが、どんな風に子供二人を美容院で見ながら、どんなズブとい神経でやっているのかをお見せしたいと思います。ありがとう！ポンスマジでありがとう。よし、よし、行こう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 。すいません。ありがとうね、ありがとうね。ここ階段だからちょっと待って。ありがとう。ありがとうね。ちょっと、ぷくまるさんは、来たばっかりの時は大体泣きます。お、見てください。リンゴジュースがありますよ。こんな感じでいつも、フリーラに、フリーラっていうところなんだけど、表参道にある。ここで。ポンスは飴をもらってて、はい、プクマルはずっとぐずります、この後。結構しばらく。今日はどんなメニューをやるのかまだ決めてないから、時間がどんぐらいになるかわからないんですよね。大丈夫、泣かないで。めっちゃ泣いてる、やばい。病院かなんかだと勘違いするんだよね。来た、来た、ふかかふか。だんだん福丸さん落ち着いてきました。いい感じに。もうポンスはもう楽です、このままね。福丸選手は泣くんだよね。ね、慣れないんだよね。もうあやさんはずっと私の髪の毛をやってくれているお姉さんでございます。本当は髪の毛をした方がいいはいいんだ。あ、じゃあそれでとりあえずそれとして、また後日来ないときにやったら。そうなの？じゃあ今日カラーできないってこと？カラーここもしたい、ね、いや、したかったけど、いやでもそんな汚くないならもうストーンってなるだけで全然いい。うん、最優先はストーンってなること。あ、じゃあそっちが先の方がいい。うん、うん。そっちを先にしよう。あ、じゃあお願いします。じゃあ私は今日プレミアムストレートという初めてストレートの宿毛みたいなやつをかけたいと思います。どうなるかお楽しみに。はい、おにぎり丸になりました。ちょっと待って、おにぎりやばい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 。はい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 、持って。じゃあちょね、柔らかくする。柔らかくするんだ。で、時間長いです。あ、そうなんだ。で、時間を置いてそれを流して、うん、乾かしてアイロン通して、で、もう一個薬で定着の薬塗って終わり。はい、唐揚げ丸々です。唐揚げボーイです。美味しいですか？美味しい。よかったじゃんじゃあちょっと一液を塗り終わるまですっ飛ばします。ポンス、ポンさん、ずっ
と PC 見てる。 PC っていうのはあのタブレット。はい、今1液を塗り終わってまっすぐにねアイロンを通してもらっている状態。これでこのあと2剤で固めるんだって。1剤でちょっとこう髪の毛を柔らかくして癖とかを伸ばしやすい状態にして、で乾かしてストレートにピーンってした後に2剤でガチッとそれを固めるみたいな工程らしいですね。さすがですね。美容師かと思いましたよ、説明は。ちょっとさっきあやさんにレクチャーしてもらったんですよ。そうだから今その工程でここでミスるともうマジでここでギザギザとかで固まられたらやばいから今プレッシャーかけてます。そう、手汗がもう震えてますよ、ほんとに。さっきよりも手汗が出てきます。嘘です、伸び伸びやってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でね、ポンスと徳丸が今妹がねさっき来てくれたから近くの公園に行っております。マジ伸び伸びできる今。子供がいるとね全然ね、もう多分子供もし徳丸の公園乗ってたら多分めっちゃストレートの形が変な状態で固まることになってたと思いますよね。えウィーンみたいなねありますよね。今めっちゃいい状態で、もうすでにさちょっとこうサラサラ感が来てるんだよね。今、公園で待っている徳丸とポンスの映像を一回流しておきます。ヘリコプターいた。ねえあそこにヘリコプター。楽しいの？ねえヘリコプターいる。どこですか？本当だ、楽しいみたいです。おかえりなさい。遊んできましたか？はい、これもらいました。誰にもらったんですか？女の子の。女の子にもらったの？え、お友達？いいな。ちゃんと歯磨いてね。虫歯になるよまた。どう？ママ髪の毛サラサラになった。かわいい。ほんと？嬉しい。ありがとう。ありがとう。妹が連れてってくれてました。これが妹です。食べてもいい？これじゃあどうぞ。そうか、めちゃめちゃ上手にまっすぐにしてくれた。やばい。これですごい。これやばいですね。つけていきますね、液を。あ、液をね。これ固めるんですね、はい、見てなんか入ってんだ、うん、これ徳丸の分はないの、うん、ポンスのだけ、うん、あーそうなの。じゃあ徳丸には見えないように食べてあげな。食べたくなっちゃうから。うわ、いいな、いいな、おいしい。もうちょっとで終わるから待っててね。ありがとう。はい、家に帰ってきました。イエーイ。徳丸さん、もう帰り道めっちゃ大変で、もう動画撮る気力になれなかったんですけど、プレミアムストレートやばい。やばくない？もう全然違くない？あー、ドラえもんが映った。ビフォーアフターを見たら一目瞭然なんだけど、もう超一生懸命やってくれるし、本当にやっぱ行きつけの美容院に行くっていうのは大事ですね。こう仲があるからね、こう歴がね全部分かってくれてるっていうのはね本当にいいと思う。なんかすごい、もうトゥルン、あ、やばくない？トゥルン、ハープみたいな感じ、もトゥルルルって、もう乾かしたらサランみたいな、もう最強な感じになりました。イエーイ、アゲーン。でも疲れた。本当に、なんか愚痴がこぼれそう。愚痴をこぼしたくなるぐらい疲れた。食べたい。ママが今ポッキー食べてんの。ああ。ああ。うん。見ちゃったら見たくなっちゃうでしょ？ドラえもん？うん、子育てって本当に果てしないけど、でも楽しい。やっぱ子供が元気に笑ってくれてると、やっててよかったなって思うし、まあ、でも泣かれると、ああもうムカつくなって思うんだけど、でも笑ってると、まあ、楽しいなって思うから、なるべく子供の笑顔が増えるように、
私も笑顔でキラキラっとした毎日を送っていきたいと思います。そのために美容院に行くことは欠かしません。私はどんなに大変な思いをしてても私は美容院には行きます。たまに言われんのよ、なんか美容院行ってるとさ、えなはいいですね暇でみたいな、暇でっていうかなんか美容院行きすぎじゃない、どんだけ美容院行ってんのみたいな言われんだけど、別に良くないみたいな、なんだっていいのよ、自分のモチベーションが上がればいいの。私趣味とかないしさ、特になんかハマってるもんとかもないしさ、自分にお金かけることぐらいしかさ、なんか発散できないの。マッサージ行くとか美容院行くとか、なんか美容院にめっちゃ行ってたらさ、美容院行きすぎじゃないとか言って言われて、コメントで前に、じゃあママはさ趣味持っちゃいけないの、自分にお金持っちゃ使っちゃいけないのって感じだよね。なんかちょっとね、そういうね、別にもっとみんな理想掲げない方がいい。そんなうまいこといかない、育児ってもんはマジでうまくいかない。私も子供を産む前、二十歳の頃掲げてた理想は、子供は大切に、自分のことは後回し、それが子供のためみたいな超思ってたんですけど、いざやってみたら、そんなわけにはいきませんって感じ。私のこともやりたいし、子供のこともやりたいしって感じなんですよ。ポンさんはどうでしたか？眠かった。あんたいつも眠いじゃん。それでさ、夜遅くになってさ、幼稚園さ起きれなくてさ、眠い眠いってなってるでしょ。お昼寝は禁止ですね。頑張ろう。帰ってきて、今作ってあったチャーハンを食べさせております。はい、ということで美容院も大変です。でもなんかその子供受け入れ体制バッチリ系美容院だから、何回も言うんだけど、フリーラって超おすすめ。本当になんか全部一生懸命やってくれるし、みんな優しいし。ということで、あやなんの美容院日記終わりです。バイバーイ。さらさら